結構この車載のトークと実際現場行ったらシンクロしてたりすることがあるじゃないですか。水、でもこんなん備えたらダメだろう。これ置いたらついてこられたら困るもんな。なんかね、かぶさってるわ。結論から言うと、はい、多分なんだけど、うん、大正解と思う。これやばい。どうしても早く上げないとね。はい、そうですな、うん、今月2本目、うん、続けざま、はい、本来やりたくないんだけども、はい、そういうことはね、うん、僕はしょうがない、しょうがないと思いますと、いうことでね、はい、シリーズ始まりました、はい、前回のね、うん、ハイデラ、はいはい、やっぱりね、ゾディの偉大さが分かったわけ。本当にございますな。ああ、やっぱり ゾディないとダメだよとか言ったらね、うん、いや俺もいつ、俺もね、来れるかどうか分かんないっすよとか言われてねショックだ。仕事ありますからね。でもそうだけどさ、そうだけどさ、頼むよ、調子乗んなよみたいな。早めに。まだなんないの、まだ必要とか言われやったけど、お前あれだぞって新潟にもう戻すぞ。米食わすぞこの野郎。炭水化物のもう鼻から出るまで食わすぞ。ていうか新潟、それは罰になるんですか。いやいや、コシヒカリなんか食わさねえぞお前。夢ピリカだぞ、夢ピリカ。うわ、なんか消えた。今消えたよね、電気。そうですね、うん、まあこれで終わりなんでしょうな。そうですよね、うんうん、ただいまですね、私の母校であります、はい、東海大学の周りをうろうろしております。そうですね、ここら辺を今、まあ今いる道、はい、この道を私はいつもとぼとぼ歩いてたわけですね、はい、うん、田川少年が、うん、あれですけどね、まあじゃあ向こうからおにゃんこクラブが歩いてきたりしましたね。はいはいはい、おにゃんこクラブが、おにゃんこクラブがね。本当ですか。本当だよ。え、なに、ゲストでってこと。違う、あ、通ってた。同じ校舎でしたから。あ、で、誰ですか。辰巳理科と。マジですか。うん、あ、本当ですか。おにゃんこクラブがいましたよ。へえ。へえ、みたいな。会員番号16番。あ、そうなんだ。いや、もうないですけど。向こうご存知。よく知ってるね。おいにですね、おいに。ね、おいに、うん、おいに辰巳理科。あ、そうなの、うん、匂いがすごいらしいですよ。バイトンネルです。ひどいこと言ってるね。本当に。どうするんですか、本人とこう会う機会とかがあったら。いや、だから夕焼けニャニャンとかで思いっきり。でもね、喧嘩してたから。でもね、そんなにね、その、はい、いたからって言って、はい、パニックになるとかいうのはなかったよ。ああ、そうですか。俺の彼女の方が可愛かったもん。本当に。うん、ね、うん、初代脇さん。違う、初代真紀さんじゃなくて、その次にの人。ああ、思い出されるの。の方が本当に可愛かったんですよ。だってもうその東海大学っていうのは実はその校舎、じゃあ学部によって校舎が完全に分かれてるんだけど、はいはい、その校舎みんな狙ったからね。甘いですか。だからあれでしょ、さっきどこだっけ、正門あったじゃないですか。はい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 、あそこでなんかこう待ち合わせして、うん、あれでしょ、車の中入って。やめろ。あれ、そんな話したっけ。したわ。そんな話しましたっけ、私。したわ。ああ、そうですか。甘酸っぱい青春時代ですよ。全然楽しんでんじゃんか。いや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 、
でもやっぱりね、キャンパスライフをやっぱり違うんだよな。違うんだよ、てんちゃん。どういうことですか？それは違うのよ。何？やっぱりね、その例えば肉場に付き合った女性と初代マキさんだったら、うん、多分両方とも、うん、両方とも多分ね、うん、芸能界行ったらデビューできたんじゃないかな、両方とも。なるほど、ね、うん、誰が見ても可愛いっていうような感じ だったのね、はいはいはい、これのろけれてるとかわけじゃなくて、うん、あのなんかたまたま俺はそういう人らに好かれる習性があって、フェロモンがすごいんだろうね、うん、まあ、どうでもいいんだけど、それ言うなよ、うん、どうでもいいんだけど、うん、両方とも多分事務所入ったらデビューできたと思うんですよ。あ、うん、というぐらい。でも芸能界には入られなかった。全然興味ないみたいな話ですけどね、うん、でも行ったら、うん、行けたんじゃないかな。なるほどね、うん、おや、そんな美人なね、彼女をうん、その正門でね、うん、待たしてね、やめろっつうやめなさいよ、いろいろありますよ人間だもん、人間だもん、まあね、なんだっけ、果物だもん、あの何だっけ、もうええって、やってばっかの猿ボノボボノボとかしてらっしゃる。いやー、ほんとにね、戻ったわけですね。もう、なんていうのかな、ほんとびっくりですよね何を俺そんなに動揺してんのかわかんないですけど、ね、ちょっと一個心霊スポットみたいなところ行きましょうか。はいはいはい、せっかくですからね、ドーディーもいることですから、はい、うん、ちょっとそこ行ってみたいと思うんですけど、はい、まあ心霊スポットといっても別にガチの本線、はい、今日行くところはとかいうのではないです、はい、もう本当にここ昔そうだったんだよっていう意味で、はい、まあちょっと説明させてもらおうかなというふうに思ってるんで、はいはいはい、ちょっと行ってみましょうか、はい、ねえ、本当にもったいなかったなその2番目の人はどうして別れちゃったんですか？あ、だからね、やっぱりじゃあどっちが可愛かったのって言ったら、多分2番目の人の方が絶対可愛いですよ、はい、はいはい、歴代で、うん、だからその本当にそのまあ写真君にも見せたことあるじゃない、はいはいはい、うん、あれがもっと若くて、うん、もっと可愛いんですよ。なるほど、はい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 、はい、今は綺麗っていうイメージで、違うって可愛いんですよ、はい、ほとんどノーメイクだから。あ、本当ですか、うん、それでもみんながもう校舎中が狙ったっていう、うん、はいはいはい、で、まあ、4月から入るじゃないですか、うん、ほんならもうみんな狙うわけですよ、彼女欲しいから、はい、わーってなって、はい、うんうん、ほんならもうなんていうのかな、まあフリーな子だったんで、うん、はい、でそんななんていうのかな、あの大学生のノリのあの、うん、チャラくもね、はいはい、ウェーでもないし真面目だし、はい、っていうの形になって、うんうん、それでなかなか落ちねえみたいな、うんうんうん、のが流れてて、うん、5月ぐらいまでなったんですよ。まあ宇都さんにも聞いてますよ。何ですか、うん、その話は。何ですか。いやね、タカオね、可愛い彼女連れてねっつって。ほんで、いやいや、本当に、ほんで、俺ほとんど学校行かない、来ないんですよ。はい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 。学校来ないんですよ。うん、ほんなら、学校来ないじゃないですか。学校来ないのに、5月に彼氏ができたらしいってなったんですよ。ああ、噂になって。ほらな、いろいろあいつなの、相手なのっていうのがあるじゃない。やっぱり。はい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 、いや、ターってやつだってなった時、うん、はい、誰だよ、それってなった。はいはいはい、そりゃそうだよね。学校に来ないんだもん。なるほど。そうですね。なんで学校に来ないやつが彼女と付き合えてるの。なんで学校行ってないやつが都市伝なんてやつか、そんな。いや、本当に。あれ、嘘なんじゃねえのみたいな話。そんなやついんのかと。うん、断るためになんじゃないの、うん、いや、一緒に歩いてるって。はいはいはい。うん、ほ、うんでどうやらもう付き合ってるらしい、はい、みたいな話になって、どんなやつだと、そう、どんなやつだって、はい、学校に来ないから、うんうん、ほんでたまに来るじゃないですか、はいはい、ボッサボサな髪の毛で「タリー」って言って別にファッションがピシッとしてるわけでもなく、あの頃ね、東海大学チャラいからさ、はいはい、みんなその結構なブランド品着たりとかさ、うわーとかいうやつがいっぱいいたわけよ、はいはい、それがさ学生服着てさ、ボッサボサ髪で、うわー、タリーみたいな。漫画的な、なんか、いや、ほんとそうなの。コミックスみたいな。いや、ほんとそうなんだよ。うん、ほんで、あれが田川なのって話で。はいはい。ほんとに。あのね、
たまたま学校来ないんだけど出なきゃいけない授業あるわけですよ、はいはいはい、で出ますよね、うん、で出た時に、うん、あの隣の席だったんですよ、はいはいはい、あきっかけきっかけ、うんうんうん、で隣の席で俺全く授業聞いてなかったんですよ、はいはい、で彼女は真面目だからちゃんとノート取ってこうやってんだけど俺もほとんど寝てたんですよ、はいはいはい、ほんでそれは1週目、はい、で2週目も変わんねえ、うん、なんかやたら可愛い子が横にいるなっていうぐらいで、うん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 、でもその時はもう初代真希さんとせち、はいはいはい、忘れられねえみたいなのがあるからさ、はいはいはい、まあ興味がなかったんですよ、はいはい、であんまりもうその寝てばっかりで、うん、90分あるからね授業は、はい、もう寝るのも飽きるわけよ、はい、寝るより楽なことねえかなっていうクズみたいな考え方をするわけですよ、うんはいはい、あーもう寝るより楽なことねえかなみたいな感じで、うん、ないわないほんで、うん、そのなんていうのあのやることねえから、はい、またいたずら書きするよね、はい、教科書とかに、はいはい、で、うん、俺ね目玉の親父を書いてたんですよ、はい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 、で目玉の親父書いておい来たろうとかいうセリフ書いてたりとかしてたらそれを彼女が見て、うんあのプッて笑って、はい、可愛いですねそれって、はい、それがきっかけなんですよ、はい、ほんでああまあ、はい、すいません変なもん見せちゃって目玉の親父に感謝しないと、ね、そう目玉のほんでね、うん、目玉の親父言われてああでも可愛い子だけど、うん、まあまあ俺もうこんなんじゃん、うんえだいこんなんじゃだからあのボッサボサで、うんうんうん、授業もこれ、うんうん、もう何もしねえわもう、ね、金田一みたいなほんでもっと言っちゃえばあのわー息するより楽なことねえからって言ってるもうクズじゃん授業終わったらパチンコ行くし邪魔か本当にそんなんがほんでたまたま誰かと打ち合わせをしてたんですよ学校の結構いいところ喫茶店で学食じゃなくて、はいはいはい、あのサロンみたいなのがあってほんで お茶してて、はい、ほんでトイレ行ってくるわって言って出た、はいはい、中に入ってたんですよ誰か、はいはいはいうん、ほんで待ってたら出てきたのが彼女だったんですよ、うん、ほうほうほうはい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 、であの隣の人ですよねって話になって、うんうん、まあ多分やってる最中かもしれないじゃんあのそうですね、うん、よう、はいはいはい、恥ずかしかったからか分かんないけど、うん、話しかけてきて、うん、あの隣の人ですよねああそうですねこんなこともあるんですねうん、うん、っていう話があって、うん、そっからどうなったんだろう記憶がないなそこが一番大事なんだよあれその後どうなったんだ何忘れてんのえあれその後どうなったんだだってそれで付き合うっていうじゃないでしょいやでもなんかちょっとしたドラマ的な感じですよいやそこまではなそこまではねだからあそっから分かんねえ何それなんで付き合ったんだろう知らんからそっから付き合うまでの過程こっちが聞いてんじゃんそっから付き合うまでの過程が覚えてないえじゃあもう何付き合ってる頃でも付き合い出したのにもうタイムスリップしちゃう感じどういうことだから飛んじゃう感じだからもう付き合ってからは覚えてるもうそれ結構親密な関係になってっていうのまでは覚えてるのね、はい、で告白とかないのだからそこの部分がぽっかり抜けてる覚えてないマジっすかフェイスブックで聞いて誰にその人に自分で聞きなさいやだよいるの何がフェイスブックにいるのだから写真見せたことあるじゃんあそうだじゃあ聞きなさいよすいませんマッチョ天狗今マッチョ天狗マンと言いますと、うん田川カンタと一緒にやってますいろいろやってんですか絶対に知らんがなって書いてるからいやいや大丈夫だよでここでここの部分が、うん、あれどうなったんだっけとかふざけたこと言ってるのが聞くのもしあれと教えてくれませんかってあなたがなんで俺が聞くのあなたが利用しがあの、ね、聞くのはやぶさかじゃないですはいはいはい多分あの、うん、元カノさん場合怒りだと思いますいやもうだって結婚されて子供も、ね、あ子供はいないいないの最近でも結婚したのあそうなんですかうん、うん、だから最近結婚したらしいんだけどはいはいはいうん、うん、それはあれだなあよかったよかったんですけど、うんはい、あの抜けてんだよねあ本当だ覚えてないよ多分まだその時は初代真希さんロスが続いてたんじゃないですか、うん、あそれはもうずっとでしょ、うん、本当に2代目の真希さんに会うまではロスはずっと続くの、はいはい、何十、うん、だから10年以上、はいはいはいうん、だからそのロスはずっと続くんだけど、うん、あれだからやだその影響やだじゃないよそこ一番聞きたいじゃんかそうだよねだ俺だって話したいもんじゃあまあそれでまあいろいろあの付き合って、はいはい、じゃあどうして別れちゃったんですかあのねだからやっぱりねロスなんですよ、はい、あでもその間も、うん、心の穴が埋められなかった、うん、そう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 
でも絶対例えばね、てんちゃんがその2人並んだとしたら、はいはい、絶対その子選ぶから、みんなそっちだっていう、あ、そうなんですか、うん、もうしとやかだし、ね、はいはいはい、あれだし、もう、多分、その初代真希さんがいなかったら、その子とこう大学で出会って行ってた、そのまま結婚してたんじゃないかな。ああ、そうですか。うん。っていうぐらい非の打ち所。で、でその後ね、俺がまあこの世界入って、はい、20年まで空いてないか、その十何年かぶりに、ミクシーで、タカ君覚えてる。はいはいはい。ほんで、食事行ったら、帰り際に、昔の方がタカ君面白かったねって言われたんで。それはショックだな。それはダメでしょ、言われたらダメだよ。ちょっと待ってって言って、ちょっと待って。業界人だよね。いや、違うのよ。その面白さっていうのが、要は昔はむちゃくちゃだったっていう。ああ、大人になっちゃった。大人になっちゃったって。プロになっちゃったから。その面白さじゃない。ないんだ。うん。だから人として、昔の方が面白かった。なるほどね。大人になったって、うん。だから多分その、なんていうか、スリルを味わってたってことね。そのスリルをずっと楽しんでるのが今の真希さんだけどね。あ、確かに。ということで、はい、今ここ、今止まってるんですが、はい、ちょっと見ましょう。はい、ね、まあ、このまま行きますけれども、はい、ここ実はね、心霊スポットなんですよ。ほうほう。もうここはすでに。いや、ここじゃないんですけど、はい、いいですか、これ。じゃあ、よろしく。ボディ。あのですね、失礼。おっと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 。おいしょ。今日結構それずっと考えてると思うよ。だね。これ今空き地になってますよ。はいはいはい。すごい広大な。広大な土地なんだけど、これ元のボーリング場だったんですよ。あ、そうなんですね。うん。結構でかい。そう、結構でかいボーリング場だったんですよ。はい。で、あそこら辺は駐車場だったんです。はい。ここら辺全部ボーリング場だったんです。なるほど、ね。だからボーリングのレーンがずらっと流れる。はいはい。ほど、その、大きかったってことだよね。はい、だからここボーリング場だったのね。うん、で、そのボーリング場、の裏はいはいがその機材があるわけじゃん、はい、グランググランって回ってピン立てるって、はいはい、ほんでそのピン立てるその横に俺らのそのスタッフルームみたいなのがあって、はい、そこは宿直室でもあったのよ、はい、で夜ね、あの宿直っていうバイトがあったのよ、はい、あの二回りみたいな、はいはい、でっかいの、ほんでそれがちょうどそこら辺だったと、はいはいはい、はい、うん、で夜こうやってみんなでもう大体そこでたむろってたのよ、はいはい、先輩らと、なるほどね、うん、ガーッとマーちゃんだーみたいになって、はい、わーってやってたらゴンッゴロ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 カキャーンとボーリングする音する、はあ、はいはい、で、うんうん、もちろん誰もいない、え、24時間営業とかじゃなくて、違う違う違 う、 う9時には終わってたの、あ、そうなんですね、それが夜中にゴンッゴロ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 カキャーン、はあ、ほんでその廊下をドッ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 っていう音、歩く音が聞く、うん、はい、もちろん見たら誰もいない、はあ、機械が勝手に動くの、ガーン、怖い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 、それそこ、はあ、でそれがボーリング場で、その後の後ろのところが要は会議室だったり、はい、あの東友会館みたいな形で東海大学が持ってたあれやったんですよ、はい、だからもうそこの廊下には子供が、うわ、こう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 、普通に走ってる、はあ、それがこう、はあ、今もう空き地になって、今もう空き地になってるんだけど、うん、多分ここを何か建てたら引き続き、ああ、続行、だからもしかしたら建ってないのかもしれないですね、ああそれはどうだな、わかんないんだけど、こんだけの土地をそのまま野ざらしってもったいない気もね、まあ、マンションとかにね、すればいいとは思うんだけど、うんうん、そうですよね、もうそこですよ、なるほどね、これまあガチでやるほどでもないから、ね、今日お見せしました、はい、ちょっとしたちょっとした今日ずっと引きずるねそこ一番覚えてるとこだよな、いやだからそれだけロスっていうのは恐ろしいね、根深いもんなんですよ、
しますね。本当にぽっかり空いてるわ。普通忘れないよね。と思いますよ。ね、あれだったんでしょうね。普通忘れる？忘れないでしょうね。でもなんかそういうことは。いや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 回ってるからな。まあね。さて今日の場所は。今日ずっと考えてるぞ。まだ。あ、場所で、まあそうですか。まだ行けますよ。いやー覚えてないな。他の女全部覚えてる。あれでもそこの間、あれこうだろうこうだろう。え、ゾディどう？まあそういう時は急にパーンと思い出すって。思い出すかもしれない。うん。パーンとね。そういうの忘れるってあんまない。ないよね。ないよね。ない。だから田川くんは面白かったんですよ。なるほど、ね。彼女にとっては。なるほどね。そういうの忘れないんだよ普通。でも平気で忘れるん。それがやっぱりそのなんていうの、危険な男の香りがする。なるほどね。うん、あのそういうところも魅力的だったんですよね。そういうのを魅力を感じてちょっと変わった子になったんでしょうね。なるほどね。かもしれないですね。そうか。あの間なんだろう。そう。でもやっぱり憎からず思ったことはあって、うん、どこでバイトをしてるかっていうのは知ってた。はいはいはい。ほんで俺それに見に会いに行ってんだよ。うん。はい、見に行ってんですよ。いたんですよ。いたんだよ。もう付き合ってんですか。ほんで俺はいや付き合ってない、うん、ほんで偶然を装う形でずるく、うん、マクドナルドで働いてたんだけど、はいはい、彼女全国1位だからね。マクドナルドあの大会あるじゃん、はい、ありますね。あれの優勝者だから全国。へえ。うん、で本当にお可愛い方だったんですね。いや写真を見させてもらいましたよ。もう綺麗なお方で、いやもう若い頃はもっと、うん、全国1位になるっていうことはやっぱり、ね、相当なことですよ。うん、私もあの働いてた、うん、バイト経験あります、うん、本当に。だから、うん、あそこまで結局その後に会ってお茶とかしたのかな。いや違うな。あれうわめっちゃ気持ち悪い。どういうこと。自分で聞く人としてどう。まああんただからもうその忘れるほどあなたは女性経験があるんでしょ。いやいやでも付き合う人ってのいないもん。俺意外に付き合ってる人少ないですよ。おうおうおう、うん、だから全部その慣れ初めは覚えてるよ、はい、あれ彼女なんか覚えてねえよ。それはあのリサーチするのはやぶさかではないですけど絶対ババイカにされます。いやいいよ。我輩がねタワーカンターのね、相方ですけども、あのね、はっきり言っていい、うん、あのね、君らもいつかドッキリ企画すればいいと思う。どういうことですか。ドッキリ、ドッキリ、うん、俺に仕掛けるドッキリ。ああ、あのね、普通のドッキリ全然驚かないと思うんですよ。はいはいはい、なるほどね。だから最後にダッダダーって言われても、うん、そうなんだ、はいはい、そっち系統は多分アウトだよ。そっち系統で仕掛けられたら俺本当にあの腹抱えて君ら笑うと思う。今まで見たことない田川監督。いや覚えてねえな。言われてみりゃ正代真紀さんも覚えてねえな。そうなんですか。あ、言われてみればそうだ。それはどうなの。言われてみればそうだ。覚えて、えっ、これまだもうちょっと向こうじゃない、まあまあ、うん、覚えてねえわ。どっちが告白してで、どっちが、ね、それはもちろん俺だと思うんですよ。はいはいはい。あ、彼女は電話で話したんだ。ほう、電話で話したんだと。え、どっち初代巻さん、うん、うん、電話だったと思うんだよ。うん、だからその辺の記憶がね、多分ね、ジャビってるってことです。ジャビってるってことになってる。皆さんだってそうですよ。思い出してみ、忘れてっから。いや、覚えてますよ。覚えてないよ。覚えてます。覚えてないよ。なんでそうやって点数稼ごうとするわけ。いやいや、好印象ね。普通は覚えてるでしょ。覚え、どうして覚えてる。なんとなくは断片的、まあ、でも断片的かもしれない。でもそうだろ。そう言われてみると。え、
はっきり、はっきり、なんていうんですかね、本能的になんかもう必死になってるから、あんまりなんか記憶が薄い。なんでその必死になってるって。いや、そのこう、なんだ、そのアプローチをこう必死にやってる最中の時って、あんまりなんか記憶が。いかに3人でやるかっていう、いかに3人でやるかっていう、もう許してやれよ。今ゾディにそっぽ向かれて、もういいですって言って出ていかれたら、俺ら俺ら照明大変だぞ。明かりがなくなるんだぞ。確かにそうだ。こいつ結構今あのあれだぞ、あの俺らに人質取ってるよ。確かにね、ぶっこける期間ですよね。えぶっこける期間、ぶっこける、うん、俺いなくていいんすかっていう。あ、まあって言って、うん、そこまでそう。だからこれからはちょっとずつ機材盗んでけ。あれねって落としたんじゃね、はい、みたいな話で、はい、3人でグルになれば結構盗めると思うんだよ。である程度盗んだらゾディ出てけみたいな話で。それもかわいそうだ。いやいや、ほんとゾディってなんぼですよ、ほんとにね、うん、パッと思い出しますよ。何をですか。あのどうだったっけな、なんていうね。そう、初代マキさんの電話だ。電話で行ったら、いや俺がグズグズ言わなかったんだよ。はいはい、グズグズ言って、ほんなら高橋少年はシャイだった。シャイだったから、グズりそう、グズりそう、グズりそうでしょ。言わないんですよ。ほんなら言わないから、うん、あの確かに、うん、多分行っても変なことにはならないみたいな形を言われたんだよ。はいはいはい。だからね、そういう風にさ、そのあの清純派のね、うん、あの彼女さんを持たれてたわけじゃないですか。だからその時にね、もうその時の田川少年はまあそれはねイメージつきますけども、はいはいはい、どういう風に言ったのかなっていうのを興味あるから聞いてみたんですけども、うん、このところだけ取れてるっていう、なんかそれも田川少年らしいですよ。いやー、その下りダメなら僕もなんか自分の嫌な記憶がフラッシュバックしてる。いや本当にね、覚えてないから。いや覚えてますよ。いやだってね、あのこれ見てる俺の子猫ちゃんたちいるじゃん。はいはいはい、あの俺のあの、はいはい、セフレ予備軍、はい、セフレとか言ってんじゃねえよ。なんで予備軍って。しかも喜び組の喜び組の予備軍。ねえ、あは聞いてみ、旦那とか彼氏に、うん、覚えてる、私に告白したとあれとか言って、みんな覚えてないよ。そのもんですか、ね、その要は出会って付き合うまでの過程全部言えるって言われた時に、言えるよって言って、うん、うん、でスラ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 言ったら、そいつは嘘つきだよ。違うよ、なんて一生大切にした方がいい。一生大切にした方がいい。そんなの。あれなんで覚えてないんだろう。多分、うん、あのロスがまだ強くて、うん、あの記憶からこう抹消してる部分じゃないですか、ポコッと。ああ、そんだけショックだったか。それだけまだロスが根強かった。で、時間が経つにつれて、ね、癒されるにつれて他の、ね、記憶も保存できるようにキャパシティがどんどん増えてたんですよ。なんか Windows 95みたいな。ないやでも本当にそういうもんだと思います。 Windows 95頭パーン開けて、海馬をちょこちょこちょこっとこういじったら、もしかしたら、ね、いやー、なんだかな、電話したっていうことは電話番号を聞いてるってことだよね。そうですね、まあそうです。違うんだよね、向こうのお父さんと俺大喧嘩したんだよね。はあ、あ、そうなんですか。うん、あの失礼だって言って、俺が、はあ、俺が、あなたは失礼だって言って。何言ったんですか。え、どうしたんですか。何やりました。いや違うね、だからもう箱入り娘みたいな形だから、男にはみんな噛みつくんだって。あ、ほんで俺は最初こういう風に普通に話してたんだけど、そういう態度も言葉使いから、あのですね、あのまだお会いしたこともないに人にそこまで言われる必要は全くないんですがって話になって、15分ぐらいブワーやり合ったんですよ、はい、ほんでもう誰と話してるか彼女は知ってるわけですよ、はいはいはい、あ、田川君とやってるって言って、そのお母さんも、あ、最近あの実は俺が初めて付き合った人だから、はい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 、あの、うん、娘が付き合った子と、うん、今私の旦那っていうかお父さんがやり合ってると。でも
やっぱりモテる子だから、はい、電話かかってくるわけですよ。ほな、はい、そのたんびにそのお父さんがわあ言ったらもうシュンとなってもうすぐ切ってるんだって、はい、お母さんが言ったらしい。今回の男の子粘るねって今回のお父さん負けてんじゃんって、うん、はい、それはそうですよ、相手してんのただ多分ね、お父さん本日そこらお父さんあんなにあわあわしてんの初めて見るんだけどって、うん、はい、お母さんもそういうお父さんがちょっと嫌いで、はい、応援してたらしい俺を。やっちまえって言ってたらしい。もうね、言葉の魔術師ですからね。言葉の俺まだ18歳だよ19歳だよ。顔はやめな、ボディにしなって言われてた。そうそう、そう、ほんと、うん、まあそんな感じなんですけど。なるほどね。さて今日の場所は、はい、今日行く場所はですね、ちょっとしたトンネルです。トンネル、はい、久しぶり、ちょっとしたトンネルです。ここまで来てトンネルか。まあ前回のところが前回とか、はあ、なんかね、会った時からね変なこと言うんですよ、はあ、今日トンネルですからって言って、はいはい、ほんで、あートンネルかー、でも作りにくいんだよね、いや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 、もう今日は任せますからって言って、はい、何を任すんだよって言ってあの要はもうあのこの頃なんかもうさえさえだから、はい、うん、ちょっと今日は行った方がいいですよ。はいはい、行けばわかりますっていうような話だから、またなんか試そうとしてるんですよこいつ。え、じゃあもうそこから情報なし、そこから情報なし、疑惑は知りませんとか言って、ほう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 、行けばわかります。マジですか、というようなね、はい、場所。なるほどなるほど、しますけれど、まああのこういうような感じか。いや、もっともっともっと、もう本当人が歩行者が行くような感じ。あ、え、あ、そうなの。トンネルですね。トンネルと言っていいのかっていう、これを説明していただきます。右折してすぐ左折。うん、全然想像がつかないです。近辺の人だったら、うん、これもしこの近辺の方が見てらっしゃるんだったら、うん、ああ、あそこってすぐ分かるな。これ左です、な、お気楽、極楽ですよ。どういうことですか。あ、急に、お、すげえなこの車。1個ぐらい、あの奇跡的ななんか起きたんだよ、確かに。そう言ってるからハイビームだよって言われるでしょ。なんだっけ、いや気になる。聞いてみればいいじゃん。やだよそんなの。これでもしあのブロックされてる疑惑があったんだよこの前。あ、そうなんですか。うん、ブロックされてんじゃねえみたいな。え、あの方に。俺は見れるんだけど、はい、向こうは俺の情報を何も入れないっていうのはできるんでしょ。できますね。え、それやられてるような気がしてして、俺は、うん、あの方のあの投稿とかおたまに上げるときは俺は見る、うんうん、え、あのでも向こうは俺のは 見ないようにしてる感じ。でもそういう時って大体その監督のところにもそのニュースフェーズに出てこないと思うんですよ、その方の情報は。え、あの、ああ、うん、要はその彼女が上げたやつは俺が見ないってこと。見れなく なるはずなんですよ。ああ、そう、見れるってことは別に俺のも上がってるってこと。そうそう、上がってるし、ガードはされてないんです。やばくね。魔物なんです。ええ、魔物なの。右側です。あ、このこれの次ここ、これ曲がるの。曲がっていただいて、まあ、止めるとこがないので曲がったとこ。これ入ってくる。え、これ、これ、これ、あー、ここはお前、これダメだ。え、これか、これあー、ダメだ、ダメだ。こうだもん。
うわおすごい。ああもうダメ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 、サブイボ半端ないですよ。すごいな、あそこ入っていくんだ。あれはダメだよ。え、ちょっとどうしようかな。車来てるかも。あれはダメだ。あれは来ない。あの、要は、あの、肝試しとかでも来ない、あれは。お前、人死んでるじゃん、ここ。リアルに人死んでるぞ。マジっすか。うん、まあこれ心霊スポットじゃない、これだろ。そうですね、うん、今のとこだろ。うわどうすんだよこれ。まあ正解です。え、どういうこと。でも今監督がおっしゃったとおりですね。いや、それね、よしね、多分なんだけど、わかんないよ、はい、あの、自殺とかそんなレベルじゃないよ、あれ。あれ入ったらなんかやられるぞ。まあ、ここまで正解です。何があったんですか。あのね、多分なんだけど、まだ、その、心霊スポットだとか、はい、そういうようなものほど化けてないんですよ。発展してないの、はい、これからこれから、これからね、もうシャレになんないってあれ。うわーこれ行かないに越したことはないんだけどな。違う場所にします。でももう帰りたいもん俺。早くゆっくりじっくり思い出したいんだよ。知らんかな。切り替え、切り替えが早いな。ちょっと、ちょっと、てんちゃん、てんちゃんからさ、ちょっと聞いてみてよ。いや、いいですよ、別に。ダイレクトメッセンジャーで。いける、天狗から。でもな、そうだよな。何が。結構、この車載のトークと、実際現場行ったら、シンクロしてたりすることがあるじゃないですか。どういうことですか。なんだよ。よくよく考えてみたらね、そういうこと。まあいいや。なんだよ。え、何、え、何の気なしに僕もここピックアップしました。うん、まあいいや。なんだよ、まあ、とりあえず行くなり行ってみましょう。ここ違うな、うん、そうじゃそうなんです。今のところだよな。今のところずっと行けばいいんだよな。じゃあここ止めるしかないよな。ここ止めるのが一番いいよな。そうです、学校前だからね。ちょっと待てよ、これシンクロした時大丈夫か。シンクロした時シャレにならんぞ、もしかすると。困ったな。どっちにシンクロするかどういうことですか。後ろ神社、ここが神社です。鳥居がちょっとすげえな、これすごいですね。いや、てかなんか謎すぎてなんかわかんないですもん。情報が足りなすぎて。あのね、そんで監督も感じてるんですよね。いやもう本当に入り口だけでいいよっていうぐらい、そっから先入る、どっち、こっちだよね、合ってるよね。だから初めて来た町とこなのにもうバンバン当てるでしょ、うん、はい、そうですね、こっちだって言って、うん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 、これだろ、はい、ここだよな、うん、こうで今もうダメだって言って裏の方ガーッとおったけど、うんうん、こっちだよねっていうところにピンポイントで止まるじゃないですか、はい、
それやばいでしょ。やばいパターンのやつ来た、うん、あ、明かりいるぞ。ゾディ明かりある。明かりはね、絶対いると思う。あのなんかこう姿を隠してる感じのあの雰囲気もやばいですね。うん、だから、うん、ああ、そういうことか。何？ゾディの言う通りだ、うん、あ、これ自殺とかじゃねえや、これ事件だよこれ。やっぱり、あ、やっぱそっちだ。正解ですね。事件、ここまで正解に、うん、でもガチのやつじゃん。水ん？水？水を持ってけと。でもこんなん備えたらダメだろう。これ置いたらついてこられたら困るもんな。持っててもダメ。これはもうなかったことにしよう。ちょっと先週からちょっと重いとこ行くね。シャカシャカシャカしてるけど大丈夫かな。全部こうまとめてあるんで。別に明かりつけていいんだよ。あ、いいですか。あ、こっちつかない。つかない。逆がつく。こっちがつく。こっちもつかない。あ、こっちがつく。出ない方がいいんですけど。ガシャコンガシャコンって。ゾディの木だけ、ね、複雑だから。すごいね。すごいだね。大丈夫ですか？いけそうですか？これね。まあずっと先ですけど。ほう。そこまでの距離はないでしょう。うわ。もうこうだもん。すごい。もうなんか過去一ぐらいの。ちょっと参ったな。
なんか近づけば近づくほどやばいんだよ。どんどん上の方まで。すごいですよ、ね、うわこれ。これひどいな。すごいですね。ここまでになったのは初めてかもしれない。近づけば近づくほどここら辺まで来るんですよ、うん。今日そんなに寒くないからね、しかも。え、寒いよ。あ、そう。めっちゃ今寒いよ、これ。え？いや、俺たち大丈夫や。全然。そんな寒いですよ。うん。そう、うん、まあ、ちょっと肌寒いかな。寒いなと思ってんだけど、これ。え、なになになに、大丈夫か、ゾディ。え、今、大丈夫？大丈夫ですよ。本当に全然大丈夫ですよ。お前、今日どこにいた？今日どこにいた？例えば、もう言える範囲でいいんだけど。町田にいました。町田のなんていうところ？どういうところ？南林間。え、どういうところ？どういうとこ？どういうとこ？ファミレスですね。ファミレス？はい。太い道路？沿い？遠くはない。郊外？あ、まあ、本当のファミリーが来るようなところ。住宅街が、住宅街がいっぱいあって。うん、交差点近くにあるはずだと思う。ガストとサイゼがすぐにあって、なって、うん、こっち側がどっちかというと住宅街。まあまあ、だよな。どうしたんですか今日、うん？ここに子供の顔がふーって横切ったんだよ。頭の上？うん、頭の上に。まあ、マスクしてる方が。ほんで、ここら辺のじゃないんだよ。ゾディについてきてるっていうイメージがあったの。じゃあずっとついてきてる感じ。多分、はあはあ、ここに本当にあの要はこう照明の、ね、照明がこう、うん、塞がれた時に、うん、あのねあのビリケンさんみたいなこんな、はい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 、ふっくらした感じの、はいはい、ちっちゃい子が、うわおっといるのお前すごいぞ基本僕はあんま気にしてないんで。あ、そうだろ、うん、大丈夫だよな、うんうん、僕自身なんともないです。え、僕自身なんともないです。うんうん、大丈夫大丈夫、うん、でもビリケンさんみたいなだったら、まあ、神様的な、ね、なるほどね、縁起がいいのだったらいいね、うん、だからこう見てたらね、ちょっとずらしたらふわっと出てくるんだよ、うんうん、ああ、なるほどね、うん、もうこれでいい今日あなたがいいんだったらあれですけどまあ頑張りましょうか。またいけいけたがいけって書かれるわけだから。いや今これで済むんだったらって言ってもう全部作って話した。あ、やめろ頑張りましょうか。行くよ。いやそれは嘘。いや本当にそうで、うん、気をつける、うん、本当に気をつける、うん、あのなんか帰りとかね、なんかあったら福島のおばさまのところ、うん、福島のおばさまもね、うん、久々に話しました。はいはいはい、うん、あの私最近そういうね、うん、あの練習とかちょっと休ませてもらってたんで、ああ、はい、ゆっくり、うん、本調子になるまで待っててって言って。ああ、なるほど、ね、やっぱり調子が必要。それはね、コンディションがあります。うん、全盛期に戻すとは言ってくれてる、はい、おお、なるほど。だから今何があってもただのおばさんよって言ってそれ困るんですけどそれはそれで可愛らしいおばさまですから、まあそうは言っても、うん、やっぱり、うん、全然それはね、うん、だと思いますよ。足が進まないですね、やっぱり。ほぼほぼ朝方か。はあ、2時3時、やべえ、よし、こっちこの道通ってるわ。え、これを、うん、この道通ってるわ。はあ、もしかして同じとこ止めたか。いや、あそこに、いや、そうじゃない、こっちか、うん、
こんなとこなんだ。うん、普通に畑道ではありますけどね。そうです、ね、こっちこう、うん、こうこうですね。あで、現場はこう行ってこうですね。あ、そう。全然位置感が分かんない。右に曲がる道がね、多分ねこの先にあるんです。でそれ曲がったらもうすぐ一直線。あ、これか。ここまで車で来てもいい？はいはい。回します？ん？車回します？これもあと一直線で行けば。逃げ道がない。ああ、なるほど。逃げ道がないっていうことはどういうことかっていうと、うん、同じルートを一緒に通ってるってことだから、はい、あんまりその道は通したくない。あ、よろしくないです。でもこっから入ってる。はいはい。ここら辺止めたな。どの辺？なってる。来ますか。急に寒くなってきました。そのトンネルがあるのか。歩行者用のトンネルらしいです。トンネルというか、ちょっとした地下道みたいな。
気をつけて気をつけて気をつけて。今一瞬明かりが消えかけたよね。大丈夫？大丈夫？大丈夫？監督にライトをお持ちになりますか？中は一応電気がついてる感じ。いや。入っているかな、これ。ああ、そうか。中学生が使ってるんだ。あ、この道を？そうそうでしょうね。通学路でしょうね。ああ、なるほど。まあ、ハラスマン、
車の道しかないじゃん。そうですね。これも車道ですからね。車道じゃん。こっから行く人とかいるんですよ。一応そこに道がある。先ほど監督がおっしゃられた通りですけど、他殺ですね。怖い怖い怖い。びっくりした。今そこにいたっていう認識だった。いや僕もこっちにいたと思う。そうだよね。そこに立ってるという、こうやってるじゃん。そうそうそう、こういたじゃん。うん、てんちゃんはここにいるという認識だったの。はいはい。で、こっちにいるからビビったの。ま、マジですか。うん、まあいいや、はい。うん、他殺ですね。いや。お前、普通のじゃないぞ。あ、もう普通のではないです。だってここが現場じゃないよ。うん、まあ多分殺したのはここじゃないかもしれない。だよな、うん。持ってきたんだよ。で、今俺らが通ってきた道を利用して持ってきたんですよ。うん、はい。だ、これぐらい。はい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 。大きさです。箱じゃない。こんなの。段ボール。違う。こういう感じの。円形の。これぐらいかな。はい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 。入れ物から持ってきて。うん、投棄したんだよな。そうですね、うん、捨てたってことですか。うん、いやいや、もうビンビンですよ。うん、だって無数にいるもん。なんで無数にいるの。無数一人しかいないの。なんで無数にいるの。うわ、すごいすごいすごい。大丈夫大丈夫大丈夫ですか。ちょっと待って、どういうこと。どういうこと。怖い怖い。うん、やられたの人なんだ。そうですね。でも娘にいるっておかしいよ。ねねねねね、怖い怖い怖い。ダメだ。ちょっと、もうガンガンいるよ。離れた方がいいんじゃない。離れたけど、お前離れる場所ねえもん。もう一回ここ通るしかない。まあ、あっちにからだったらだけど。いやいや、もうやめようよ。こんな車道歩けねえって、危なくて。ちょっと早らしね。怖い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 。うわあ、やっぱあそこだな。いっぱい今何だろう。いや、ここでちょっと説明するのダメだわ。うん、だと思いますよ。戻るんだけど、うん、ここで確信に触れたり、うん、いろんなこと話すのはちょっと無理なんだよ。ね、俺あれなんとなく分かってきた。もうとにかく今から言うけど、はい、抜けていきます。はい、抜けた時に左右、はい、あったけど、うん、もう通ってきたみたい。右、はい、右上がって、はい、左じゃなくて右。あ、うん、うん、それでいい。分かりました。うん、そのまま。なるべく早足で車に戻る。戻りましょう。